カルブレース・ペリー・ロジャースはアメリカ合衆国のパイロットであるライトフライヤー EX 型で初のアメリカ大陸横断飛行を行った 6700km を49日かけて横断した十数回の墜落によって機体の部品もほとんど取り替えられた1911年11月カリフォルニア州パサデナに着陸し インフィズフライヤーから降りるロジャース・ピッツバーグに生まれた。ファーストネームとミドルネームは、祖父のマシューカル・ブレイス・ペリーにちなむ。フットボールの選手であったが、1911年ライト兄弟に飛行機の操縦を習った。1911年、ウィリアム・ハーストが30日間以内に、アメリカの東海岸から西海岸までの横断飛行の最初の成功者に5万ドルの、 賞金をかけたのに挑戦した。ソフトドリンクのビンフィズのメーカーをスポンサーにつけて、家族とメカニックと予備部品を積んだ列車を仕立てて1911年9月17日、ニューヨークを出発した。機体はライトフライヤー EX 型で、ライトフライヤー号から前、翼を取り除いたような機体で、依然としてチェーン駆動のプッシャー形式の機体であった。 49日後、カリフォルニア州パサデナに到着した。30日を超えたので賞金は得られなかったが、初の大陸横断飛行に成功した。実飛行時間は82時間ほどで、平均時速80キロメートルで飛行したことになる。到着した時、機体部品で、出発時のままのものは垂直尾翼と翼間、支柱2本だけであった。交換した主翼は18枚。 足そりは20本エンジンは2台であったという。1912年カリフォルニアのエアショーで事故死した。ありがとうございます。